皆さんこんにちはレックス専任講師の伊藤です、えー、それでは CFP 短期合格の秘訣というタイトルで CFP のガイダンスを始めますよろしくお願いいたします、えー、短期合格のための試験傾向と対策というタイトルもついてますのでまあ、今あったようにもう試験が近づいてきている 状況で今これ聞いていただいている方はいらっしゃると思うんですけれども、えー、今年のですね2022年の6月の CFP の試験ここを目指してですね勉強頑張ってらっしゃる方是非、えー、ですねこの内容を聞いていただいて少しでも勉強それから合格役立てていただければと思いますので、えー、しばらくこの時間を使っていきたいと思います。 2022年の6月の試験ということでちょっとそのスケジュール書いてあるのがありますからちょっと画面の方ですねそのスケジュール資料の方をか切り替えていきますね。6月の12日それから6月の19日ですねこの2日間に2022年の6月第1回の CFP の試験が行われます。 あのガイダンスではいつもですねこのスケジュールと同時にお伝えしているのはこの試験の出願ですね試験出願しないと当たり前です受験できませんので今回のですねこの6月の試験の出願の期間これはちょっとこの上のところに書き込んでおきますけども4月の6日から5月の9日。 まあこの5月の9日を期限と出願して出願の期限にしているのはこれはネットでの出願になりますのでまあ多くの方ネットを使ってのこの CFP の出願だと思いますが5月9日が期限になってますからここをですすねね間違いないいいなななようにしけければいけないと思いますねえそしてまあ今今日お話ししている段階というのはですねまだまだ試験までの時間というのがあるんですがこのガイダンス皆さんがそれぞれ見ていらっしゃる時期がですね えー、これから出願が始まる時期だという方がいたりとかあるいはもう出願して、えー、科目もですね決まってそして勉強を、えー、はかどっている順調だという方もいると思いますが、えー、まだ出願前あるいはもう出願始まっているけどもまだしてないという方にとってはやっぱりこの CFP の試験というのは科目の選択ですねこれがまず最初の課題ということになると思うんです。 合格のためにじゃあまずどの科目を受験しようかということですねここがやっぱり最初考えなければいけない、まあ、これちょっと後でもう少し詳しくお話をしておきますがいずれにしてもまあこのようにスケジュール決まってますのでそれぞれの日の中でこの各科目が行われると。でちょっと細かいんですが時間的なことを言っておきますと例えば1科目目金融だったりリスクだったりするんですけどもこの1科目目というのが その試験日の9時30分ですねここから始ままっていきます9時30分から例えば金融が始まってそして120分が試験ですから11時30分までが試験と。でその後それぞれ1時間休憩がありますから1時間挟むと今度は不動産これが12時半からということですかねつまり1日3科目連続して受けるとですねこのライフが終わる時間というのは5時半なんですね。 つまり1日3科目連続すると9時半に始まって5時半まで試験やってるという1日になるわけでそれがまあ,あの合計2日間ということになりますからまあなかなかですね体力的なことを考えてもやっぱりスケジュール感というのはすごく大事になってくるかなと。であのまあ資格試験他にもありますけれども科目受験ですね科目受験科目合格ができる試験というのは当然その仕組みをですねあのやっぱりうまく活用していくということがですね最終的には えー、合格への近道ということかもしれないですねあのもちろん全部の科目を一度に出願をしてそして、えー、合格をするという方法もあるんですが、まあ、なかなかこれあの過去の合格率見るとですね、えー、まずそもそも6科目全てを出願するという方は非常に限られてるんですが。 その限られている方の中でさらに10%ぐらいの合格者ということになりますねまあかなりこれはあの十分な準備が必要だということだけではなくて今申し上げたようにまあ体力的なこともですねもちろん必要になってくるんだということになると思います、えー、まずこのスケジュールということをですね一つ頭に入れていただいてそして一点目のとこは出願の期間決まってますから出願するということを忘れなくということですね 2点目のポイントが今度資料では合合格格率ととと基準いいうことが一覧表になってきてきます今回の資料には直近で行われた2021年の11月とそれから6月の試験と、まあ、この2回のですね合格率と合格の基準というものが載っています。 あのこれはですね日本 FP 協会のホームページを見ますともう少し遡ることができますので、まあ、あのどれぐらいにその合格の基準があったかということはですねさらに遡って、まあ、2020年の6月というのは試験が中止になりましたから2020年は1回しか試験がなかったんですけどもそれより前というところも見れますので、えー、合格の基準あたりはですねちょっとこう見ておくということをいいかもしれないですね。 えー、そして、じゃあちょっと画面の方でその細かいい数字見ていきましょうか <laughs>、えー、この過去2回のですねデータということでここ一覧表にしてあるんですけれども、えー、まず、この2021年の11月の試験で大きな特徴的なところ1点目挙げたいところあるんですけれどもこれがですねこのタックス,タックスの,です、ね、この合格の基準27これ今までは見たことのない数字なんですよね。 あのこれより遡ってもデータ見れますと今お話したんですあの見ていただくとわかるんですけれどもこのタックスの科目で合格の基準が30を下回るというのはですね多分この基準値が発表されるようになってから一度もなかったんじゃないかと思いますねあのこの表に載っているだけでも33だった6月に対して11月が27ってこれ6問もですねここで下がってるんですよね でただ合格率は37%台変わってないですから、まあ、この合格率というのは大体、えー、一つの目安として30%台の後半の合格率をこうバーとして設けようということをですね、まあ、あの行っているんじゃないかと思うんですがその同じ37%台の合格率を,持ってを設けようとした時にたったこの5か月間前の試験と比べるともう6問もここでまあ 少なくなくったつまり逆に言うと少ない問題の正解数でも合格できたというのが11月試験だったわけですねあの、まあ、問題の分析等々も当然あのしていく中でですね少しずつこの CFP 試験全体の難易度これが上がってきているということのこれ一例じゃないいかと思いますあの具体的にはタックスの問題もですねあの大きなブレはないんですけどやっぱり少しずつ問題の難易度が上がってきているということ。 それからあまり今まで出題されなかった部分からも出題されてきているということでやっぱりちょっと範囲を広げると勉強の範囲を広げるということとそれからもう一つは少し難易度が高まっていることに対して詳しい勉強をしていかなくてはいけないのかなということを一つここで現れたかなという気はします。 あの、もう今タックスをここで、え、マーカーしてですね、一つの例とあげましたけれども。あの、同じようにですね、これ相続もそうなんです。二十九です。以前三十二でした。あの、相続もこの二十九、まあ、三十を下回るというのが、あの、決して多くはなかったと思います。ですから、えー、今まで、え、三十問下回って合格するラインだというのは。だいたい金融はそういうケースが多かったんですが。ここで、このようなタックス相続といったですね。 今まで三十数問正解しないと合格できていなかった科目も十一月試験はここで三十問下回って合格基準だということが現れてきたんですね。あの必ずしもまあそれが、えー、理由とは言い切れないですが受験者の人数がですね大幅に増えてきています。あの受験者の人数がですね二千十九年まあ二回あったわけですけど二千十九年までというのは 総受験者1回の試験の総受験者数は1万人に満たなかったんです9,000人台だったっていうことが多かったんですね2019年までは。そして、まあ、2020年の6月が中止になりましたので、まあ、そこで一旦ちょっとこうプールされたような形はあると思うんですがその後、まあ、2021年、まあ、つまり昨年の試験あたりになってくると1万2,000人を超えているんです。つまり受験者数が まあ、つまり2019年に比べて約3000人増えたということですねまあ2割ぐらい増えたということにもなってくるわけですから2割から3割増えたということになりますから受験者数が増えたということに対してやっぱりいろいろなそこで違いが起きてきたのかなということは一例として上がると思いますあの科目別の受験者ということもですね同じように発表されてるんですがこの もう一度変えますが、二十七問だったこのタックス、ここ非常に受験者数が少ないんですね。あの他の科目例えば金融が三千七百人ぐらい、それからライフもあごめんなさいリスクも三千七百人ぐらいということで、この六科目の中の今度科目別の受験者が多い科目では三千七百人ぐらい受験、に対してタックスは三千百、相続三千二百ということで受験者数がちょっと少なかったんですね。 まあこんなようなあのデータも載ってますのでであるからじゃあこの合格基準が下がるかどうかってこれ一貫性があるところではないかもしれないんですがちょっとそんなような形で総受験者が増えたことに対してやっぱりちょっとこれは問題としての難易度が高まってきてるのかなということもえ挙げられるんじゃないかなと思いますね。そののあたたちょっっとと留意ししてていっていいだきたいと思まますすすああ以前はですねあのまあこの後も話しますが 合格基準というのはもちろん CFP 試験一定ではないのでじゃあどの辺りに自分のそのターゲットですねこれをするか仕上げどこまで問題正解できるようにして試験望むかという時に、まあ、35問を正解できるようにしていきたいということは常々申し上げているんですが、まあ、これはもちろん今変,わる変えるものではありません変えるつもりもないんですがあの35問あの正解することができれば これはあの逆に言うと過去どの試験会であっても不合格にななることはなかったんですね35よりも高い基準になったことももちろんありませんので、まあ、35というのは変えないそこはターゲットだということは思っていただきたいんですがちょっとここで低めに出てきたということがありますのでじゃあ1回だけこのような2729というあたり出た金融はもともと20代なんですがこれ20代出たからといって ちょっとターゲット下げて例えば2級の試験などと同じように6割つまり30問正解できたら、えー、大丈夫じゃないかというのはちょっとやっぱり良くないですねなので、えー、やっぱり35これをですね最終的なターゲットということでは考えておいていただきたいなと思いますね、えー、このままちょっと画面の方では資料の下の方にですねいくつかの学習方法は、まあ、ここには箇条書きで項目を挙げていますから、まあ、それぞれの内容についてお話していきたいと思いますが まず学習方法1つ目効果的な科目選択の方法と言っていますねあの効果的な科目選択あのまあ、スケジュールのとこでもお話したんですけれどもこの科目選択し科目合格ができる試験だからこれをぜひ有効に使うというお話をしましたまあ,あの当然前提となるのは初受験の方ですね CFP 試験を初めて受験する方これ6科目の中からさあどれを選ぼうかと いうことになりますあのもちろんですね今が出願が終わっているという方は当然その出願した科目に対してもう徹底的に勉強するということなんですがまだ5月9日に到来していない時期でこれから出願をを考える方はじゃあどの科目とというここですあのこれもまあ繰り返しの話になるんですけれどもやっぱりですね自分に非常に得意だと思っている科目から選択していきましょう。 あの例えば「ライフが得意だ」あるいは「タックスが得意だ」っていうことになればこれはその過去の合格の基準とかいうことのデータから来るのではなくてやはり自分ということを考えてですね得意な科目がどこにあるかあのこれ勉強しててですねやっぱり楽しいとかあるいは非常にはかどるスムースに進む。 ここんなこともですねやっぱり大切なことかももしれませんもちろん過去の問題を解いてみてスムーズに解けたあるいは高得点がすでに取れたということも得意な科目かもしれませんし、えー、2級のですね試験など合格する時にはこれは学科試験などでは科目別じゃなかったわけですからどの科目で点を取っても合格基準達成はいいじゃあその中で最も得点の取れた科目はということも振り返っていただいてもいいかもしれないですね。 まず一つ目は得意な科目これ一つとは言いませんあの複数科目あると思いますそこから始めていく科目受験をするということがいいと思いますねそれで2点目はですねあの実務的な関連性のあるところここをですね、えー、受験するということですねあの具体的に今日々の仕事の中で関わりのある内容ここが問題の中にですね含まれている頻度が高ければ当然そこから 受験をしていいくということいいいかもしれないですねでここに関連するのはもちろん他の資格これを持ってらっしゃる方はその他の資格を取るにあたって勉強したことがここで生きてくるということにも当然なってくるのでやはり実務関連そして他の資格の関連というところの結びつきこれを考えておくというのが2点目の科目選択の方法だと思います。 そして3点目はさっきもお話ししたんですけどもスケジュールですねあのこのスケジュールがこのように1日3科目とこう決まってるわけですからこのスケジュール感考えてで,あの、まあ、できれば6科目これからさあどこからやろうかと考えている方は科科目2科目が連続ししなないいいいいよううに選ぶというのもいいかもかれないですねあのつまり1日目であれば金融を受験しようって考えたらライフに飛ぶということですよね。 で不動産の時時間間はちょっとと空き時間として考えておく2日目で考えたらリスクと相続を組み合わせる、まあ、これが必ずしも得意科目や実務関連科目とは関わりがないかとしてもこのようなスケジュール感ということもぜひ考えていただきたいんですね。でそして結果的にじゃあこの受験者数やあるいは科目ごとの受験者数あたりのところをちょっとこう見てみるとやはり 2科目程度を受験すする方が非常に多いいいのではないかと思いますねあのもちろん4科目が合格してあと2科目が受験だという方も含めた形にはなるかもしれませんがやはり1人の方が1回の,その試験の中での受験数受験科目数というのはだいたい2科目あたりを目安ですね。 一日目が一科目、二日目が一科目ということでもいいかもしれないです。まあそんなことで、えー、まずはこの科目選択ということをですね、十分に検討するということが一点目。これまず学習に入る前の段階かもしれないんですが、効果的な方法をご自身で考えていただきたいなと思いますね。そして、えー、学習方法二点目です。今度は標準的な学習時間と、でこの標準的な学習時間これあの。 百という数字、わかりやすい数字かもしれないんですがあの百時間です一科目あたり一科目あたり百時間これあの一つのもう最もわかりやすい言い方かもしれません数字かもしれませんがこれがやっぱり見本あの目処というふうに考えたいところなんですねあの一科目百時間あのこの百時間はじゃあどこからスタートなのかというともちろん CFP の試験のための受験のための対策の勉強 これがスタートです。だから仮に苦手な科目だということになってしまってこの CFP のスタート台に立つ前例えば2級の復習をもう一度してみたいとかいうことなどを考えればそれは当然100よよりり多くなりますよね。CFP 対策として100時間を1科目あたり設けるということを考えていきましょう。でこれで100時間というのが、じゃあ、 皆さん一人一人の中でどうやってこの100時間を作るかということなんですがあの単純計算すると1日3時間の勉強をすればまあ3時間ですね3時間勉強して1か月30日間、まあ、これで90ということになるわけですから1日3時間の勉強時間を設けて1か月毎日勉強して約100時間なんです。ということはここで1科目を仕上げていこうということに大体たい 1> 1ヶ月かかるそしてそれは1日3時間作らななきゃいけないけ、ね、ただ100時間を勉強しようというのが標準的な学習時間だとなればこれを小分けするとこれぐらいの目安を考えておきたいところですね。そしてじゃあ先ほど一つ前でお話したんですが2科目を受験しようとなれば200時間ということになって当然このペースでいうと2ヶ月かかることになりますよね。 あの仮にじゃあ今これから間もなく出願が始まる4月になったという段階のだところで、えー、何科目出そうかという時にですね4月になったということはもう試験まで2か月ですからそこで 1, 1科目100時間勉強してこのペースでやって2か月かかるわけですからやっぱりもう4月に入ってきたら2科目受験この辺りを一つの目安と考えて。 もちろんこれより多くの時間を避けるという方は別ですけどねただなかなかこれより多くの時間は避けないという時に一つの目安と考えていくでさらにこれに加えてですねちょっとお伝えしておきたいということはあのこの3時間は1日取れないんだけども週末だったら10時間取れるよという方いるかもしれません土曜日10時間日曜日日日10 10時時間間取れるんだ,とだから月曜から金曜は何もしないんでも最終的に100時間になるよという方 それはあまり合理的じゃないと思いますね。あの、その逆が必要だと思います。一日、例えば三十分でもいいので。毎日毎日、何かこの C. F. P. 試験に関わる勉強に取り組むと。まあ、今何かと言いましたが、あの過去問題一問解くということでもいいと思います。過去問題一問、あるいは一つの大問一つ、つまり四問程度解く。で、四問解くのに、例えば、二十分かかった。 その20分でもその日1日は CFP 試験のための勉強をしたということになりますからこの毎日毎日欠かさずに何か関わりを持つということも考えてもらいたいんですね。それは1日日分でで1 1でも何でもも問何いいいと思いますあのテキストをあるページから読み始めるそして2ページ読んで今日は終わりということあるいは過去問題を何問か解くそんなことでこの100時間の学習時間を設けると同時にもう 常々問題受験に接しておくということをですね、ぜひ考えておいていただきたいと思います。あの勉強時間というのは今でもないですけれども、この100時間でありあるいは1日30分でありという中で、これはもう徹底的に集中していると。 いうことにならなくてはいけないですから何かの片手間でとかいうことではなくてですね例えば、えー、イヤホンするとか何かのかその状況を考えた中で集中している時間を設けてそして勉強するというふうに考えていただきたいところですね、えー、3点目いきましょう今度は得意な科目の学習方法です、えー、こんなふうに見出しだけ書いてあるんですけども、えー、得意な科目の学習まあ、得意な科目は優先的に受験をしましょうと いうようよななお話も先ほどしたとこころなんですがあのこれ得意な科目かあるいは苦手な科目かに関わらない話かもしれないんですけどもあのまずどこの部分分で得点を自分は取るんだとあの例えば35問ターゲットにしようという話をしたんですがどの分野で得点を取るのかというです、ね、問題の分析ここをです、ねまあ、特に得意な科目の場合にはよく行っていただきたいんです。 あの得意な科目あのややもするとですねちょっとこう過信してしまいがちなんですけどもやっぱり問題分析これ怠らないようにしていただきたいんですね。でそのじゃあ問題分析具体的にどんなふうに考えるかというときにちょっとランク付けこれよくやる話かもしれないんですがまあじゃあ3段階に分けたと ABC ランクに分けたということです。で何を使って問題を 3, ランあの3つのランクに分けたかというとこれはもう過去問題でいいと思いますね。 あの今手に入りやすい最も直近の過去問題を手に入れていただいてその問題の中身をですねもう解くんではなくて十分に繰り返し見ていくんですねででで問題だけを見るんであればこればこははやはり試験団体のホーームページにも過去載っていますですから問題集を買うということももちろん最終的には必要になってくると思うんですがまず複数の問題を見るのであればその試験団体のホームページに載っている問題を見てみるんですね。そしてあ この分野だったらまず自分としてはある程度自信を持って得点が取れそうだ、正解が出せそうだ。そうじゃない、いやもっと大変だ。このあたりでのまああの問題の分析をしてみるんです。そして分析をする中でこういう数字の割り振りしてみてください。A が25とします。B が15とします。そして C を10とします。あのこれ何が A にならなきゃいけないんだっていうことではなくて、一人一人 おお一人お一人人のですね皆さん自身の自分にとってのの A はは自分にととっての C はということとをここうやっっててて分分析してみるんです自分にとってこの問題は毎回出てるんだけどなかなか思うように理解が進まないあの理解が進まないのに時間ばっかりかけてもやっぱりあまり効率的ではないのでじゃあもうその分野の問題が仮に10問程度自分であるなと思ってしまったらこの10問 C と決めたところというのは これは極論ですけど本試験の時にもその分野の問題が出てきたらばそれはもうのくんですねつまりあの積極的にに答えを出しいいかないとということですだって全部で50問の問題の中で A だ B だと決めた問題をしっかり正解出していければこれ全部できれば40ということになるんですね。 40正解すすすれば当然合格基準突破です35でで35いいわけですねあるいは若干35下回るかもしれないとなればこの C だと決めた10問ここはあえてもう本試験では解かないもっと言ってしまえばこれからインプットの勉強もしないということもいいかもしれません。得意な科目は A なり B なりのところで十分得点が取れるはずです得意であるから。 そしたら自分の A は何か自分の B は何かということを過去の問題いくつかを見てそしてそこでターゲットを決めるということですね。このように問題の分析をしていきましょう。 あのインプットの講座があってアウトプットの講座があってというふうに当然この順番というものがあの考えられがちですけれどもやはり効率的な学習をし忙しい方がより早く合格をするにはもう逆の発想でもいいと思います逆の発想アウトプットつまり問題集その分析から先入っちゃうんですそして問題集分析してここはやらないって決めた C のところはインプットの部分も,もうやらないんですねそして40で 勝負をして35を取るあるいは33を取るという方法ということも出てくると思いますあの必ずしもそういう言い方はできないですが50問全部がもう初めて見るような難しい問題とは限らないですよねあの中には2級の試験で出題されるような問題がちょっと肉付いて説明などがボリュームが出るんだけども実際知っておくべきことは2級の学習内容だったという問題も多々あるんですそれが当然この A に入ってくるはずです そしたらそこはもう今度は過信しなければうっかりしなければ当然正解が出せるはずなのでそんな方法でここを乗り切っていく得意な科目の学習方法と考えてもいいかもしれないですね。で今度それに対して苦手な方苦手な方これもさっき学習時間のとこでちょっとお話をしたんですけれどもあのやっぱり十分な二級範囲の復習しておきましょう。だから当然100時間を超えて 勉強時間かかななけけれればいけないかもしれませんあの2級までの範囲がぐらついてしまうとですねどうしても科目受験をするものはそれぞれの科目の中でかなり掘り下げたところまで出題されますから今得意な科目の A といったところで2級範囲もあるよといったところそれ間違えてしまうとですねもうそもそもこの A のところがぐらついてしまうわけですから苦手だというふうに考えてしまったらもうそこは2級範囲の復習をしていきましょう。 でただあの苦手だ苦手だってこう極端に思い込む必要はないと思いますからねやっぱりあの楽しく勉強していくということももちろん必要かもしれません。そしてこのじゃあ2級範囲の復習をしたらですねその次どうするかあのこれはもうアナログ方法かもしれないんですがこれ問題集見るとですね各選択肢の答えというのがきちっと書いてあります。でもちろん問題の選択肢ががあってそれが 4択のの問題の場合ですね1番の選択肢これ不適切だと2番の選択肢不適切だと3番の選択肢が適切でこれが答えで4番不適切だと、まあ、こうなった時にですねどうしてもこの焦って勉強すると正解となる選択肢だけを見てああそうだったっていうふうに終わりがちなんですが苦手な科目を勉強する時はこの全部の選択肢をくまなく読み込む必要があると思います。 あのテキストを読むということもいいと思いますけれどもさらにこの過去問題に書いてある、まあ、これ過去問題というのは CFE の場合には FE 協会が発行しているその過去問題ですねこれがありますからそこの解説に書いてある内容というのをきちっと読み込むそしてできたらこの罰となった不適切だという選択肢の今度問題の文章をですねこれを適切になるように自分で書き換えてみるということがいいかもしれないです。 あの読むだけで終わらないで、実際書いてみるということになって書いて覚えるという方法ですね。まあ,あの勉強の最もまあ、あの初歩的な勉強方法かもしれないんですが、やっぱり書いて覚えるということもですね。この辺りになってくると必要かと思いますね。で、この書いて覚えるというのは、このような選択肢が4つ並んでいる。問題よりももっと書いて覚えなくちゃいけない。問題というのは計算問題です。 あの実際には計計算算問題はは過程は必要ないですね。マークシートですからどれか一つ答えを選べばいいんですけれども計算過程というものはこれは当然試験の時にはメモを取りながら電卓でということになると思いますが電卓に入れるのも実際には計算過程を頭の中に入れて電卓に置いていってるわけですよね。 そしたら計計算算問題は計算過程これ解説部分に書いてある内容を一度書き取ってみるということこれがいいんじゃないですかね。そして計算問題これあの科目によっては非常に問題数多いですからここをですねうっかりすることがないように苦手な科目は取り組むということですね。あのの計算問題が多多いい最も多いのはタックスですでこの「タックスが今回合格基準が大幅に下がった。 この計算のあたりのとこですねちょっとつまずいてしまった方があまり多くの点数取れなかったのかなということになっているかもしれないですねまあちょっとそんなことも考えておいていただくといいと思います学習方法ですねちょっと概略みたいな形でお話をしてきたんですけれどもあのいつもですねちょっとキーワードみたいなことを言っているんですが 50問の問題こうやって出題されて勉強し勉強して出題されて試験取り組む正解するということなんですがあの試験時間120分って限られているわけですよね120分って限られた中で正解をしていかなければならないとすればやっぱり本番では一つの問題にかけることの時間回答するためにかけることの時間というのは非常に限られてきますですから最終的には得意な科目であっても苦手な科目であってもそのスピード これキーワーワドですねあのスピードをもって1問の答えが出せるようにしておくということを非常に必要になるんではないかなと思います。えー、資料のもう1ページにですね各科目別のこういう内容がありますからちょっとそれの方に移ってみましょう。えー、合比のポイントということで、えー、各科目別にですねちょっと要点まとめてあります。 えそれぞれどの科目を受験するかも決めていらっしゃる方あるいはこれからですね科目選択を考えようという方もですねちょっと参考にしていただいたらいいと思いますけれどもまず金融についてあのよく金融難易度が非常に高いんだということをですねおっしゃる方が多いんですであのこの金融の難易度の高さというのはこれあのどういう部分から来るかというとおそらくなんですが2級の試験の金融資産運用の範囲と CFP 試験のののののの金金融融資産運用設計のここここ範囲のですねこの差がここが非常に離れているのが金融だと思うんですね他の科目はある程度2級で勉強したことの積み重ねのところから来る2級の復習しておけば苦手でも大丈夫という中でこの金融については2級の復習するだけでは手も足も出ないような問題というのが非常に多くなるんですそこが難問というふうにこう思われがちかもしれないですね。ですから じゃあ難問だというふうにこう過去問題などで気づいた方は難問はもうさっきの C ランク10問取り組まないということも一つの方法かもしれません。ただまあそうは言ってい,いられないのでじゃあ2点目資料の読み取りあのだいたい問題の頭はここから始まっていくんですねあの金融市場の動向などです日銀の公表資料とか GDP の部分とかでここはですねもうちょっと経済情報をいろんなところから情報収集しておきましょう。 であの大体ですねいつのその公表資料が問題になるかということこれ約半年前ですよね。あの約半年前の日銀の公表資料などをですねちょっとこうイタレットなどを使って見ておいてそしてどういう方向に向いているのかなんていうことをこれは覚えるということよりはもう感覚的なものとしてちょっと養っておいていただければいいですね。 それからここには計算問題、まあ、これ他の科目でももちろんこの後計算の話続きますけれども金融でももちろん計算問題というのは多くなりますこれさっきお話ししたようなんですね計算過程の理解ということ必要になりますがあの例えばここには言葉としてないですがそうですね外貨建ての金融商品の部分あたり、まあ、このあたりはさっきの難問というところにちょっと共通点があるかもしれませんのであの同じ計算問題でも例えば税金の話のようにですね 他の科目でも勉強したようなところとかいうところは当然得点取らなきゃいけないですが外貨建ての金融商品などのとこというのはこれは正解が仮にできないもう非常に一問に時間がかかりすぎちゃうというふうに思われる方はそうじゃないとこできちっと得点取れるようにということを考えておきたいですねそれから 2, 点2科目目不動産運用設計です不動産運用計算問題15問程度法律問題30問程度と書きました あのこの法律問題というのはですね、まあ具体的に言うと例えば宅建業法だったり建築基準法だったり借地蔵家法だったりということです。あのその分野をですね、あらかじめまあ多資格などで勉強している方にとってはここは当然得点源になってくると思いますね。で逆にそういう方にとって他の不動産関連の資格であまり試験範囲ではなかった収支の計算あたりこのあたりあのまあ。 仮にこの30問の法規の問題で得点が取れなかった時は収支計算などの計算問題で乗り切っていかなくてはいけないのでそれちょっとおろそかににししないいようにしたいところですねあの計算問題具体的に言っておきますと例えば、えー、収支計算とかそれから投資の収益性とかですねそれから、えー、財産の評価土地の評価ですか、まあ、この辺りなども資料を読み取ってということが出てきますのでそこをうまく乗り切れるようにしておいてください。 で税金の話は今でもなくさっきの金融と一緒ですがタックスと重複勉強をしている方はもう計算問題の中でも所得税の計算問題複数出てきますのでね居住用の財産の問題とかこの辺りはタックスとうまく相乗効果を取れるようにいただけたらいいと思いますね。それから3科目目ライフリタイヤーです。 ライイフリータヤこの1点目のところに書いているのは資金計画ということで住宅教育老後と書きましたけどもあのこの辺り住宅の分野あたりというのはですねこれ割と定番の問題が多いですねあの住宅ローンに関するところとかそれから6つの係数などを使った問題とかそれからまあキャッシュフロー表の問題とかこの辺りはもう定番問題だと思いますから取りこぼしないようにしなくちゃいけないですね。 そして一番範囲として多いのは二点目の社会保障社会保険のとこですであのまあ例えば年金の学習これ十分に時間を取らなければいけないんですがやっぱり年金の分野でですねその老齢年金そして遺族年金障害年金と進んでくるにつれてですねまあもう年金の分野というのが非常にてんこ盛りになったようなイメージですで、ただそこで止まらないで例えば企業年金だったりとかまあ例えば国民年金基金もしっかり あるいは退職年金などですね中退協などの部分とかまあこういうところまでもずっと踏み込んでおくともうこの社会保険の分野のかなり多くの問題数ですねこれ得点源にすることができるんではないかと思いますねあの公的年金の問題だけを考えれば、えー、11月の試験では9問出ていましたのでねでそこに公的年金の9問にさらに企業年金などを入れるともう十数問ということになってきますからここはあの 得点源というふうに考えておきましょう。で、それが言い切れるのは年金の問題って割と計算式などが問題に載っているので、載っている計算式に対して与えられた数字を代入するようなことで、えー、計算が、えー、答えが出しやすいようになっているのではないかなと思います。えー、次にリスクと保険です。えー、リスクと保険あの何と言ってもですね、あの資料の多さここにですねちょっと実際 えー、面食らってしまうという方もいるんです。これあの実際こうイメージとして言っておきます。と、これ各科目の問題。まあ、本試験問題配られますね。だいたい40ページから50ページなんです。に対してリスクと保険。これあの2021年の11月の試験73ページあったんです。他の科目よりも20ページ以上問題多いんですね。つまり厚いものがこう配られるんです。でそこで。 問題が七十ページ他よりも多いのは何かといえばやっぱりこの資料の読み取りこれに必要なものがもうふんだんに入ってるんですね。あの例えば役関、えー、あるいは保険の提案書まあこんなところになったり証券だったりとあの例えば十一月の試験で一つの問題で役関だけで四ページ使っている問題があったんですね。でその役関の四ページの中に問題を回答するための情報が載っていてじゃあ それは適切か不適切かということを約管の中で確認して答えを出していくこれ4ページあの問題をかなりめくったりしながら時間かかりながらそして答えにつながるところを拾っていかなきゃいけないということでリスクと保険はもういかに資料の読み取りに対してうまく乗り切っていくかということになるんではないかなと思います。 あの、どこで要点がその中に書かれているか、資料の中に書かれているか。もう、これは、あの、過去同じ繰り返しになってますので、過去の問題の中をですね。十分に確認するということでいいと思いますね。で、もう一つがですね。リスクと保険、これ苦手に思う方が多いのが法人契約の部分であったりとか。で、この法人契約の部分というのは、主に経理処理が出てくるんですね。で、この法人の経理処理の部分というのは、もしかすると二級までの学習の範囲。 からちょっと難易度が上がっているかもしれないですから、そこを決して苦手にしないあの正法分野、寸法分野ともにここはありますので、これ合計すると結構な問題数になるので、これあの逃さないようにするということは必要かもしれないですね。えそしてタックスです。今回ちょっと問題の基準、合格の基準が下がりましたけれども、あのバランスとしては所得税の問題が30問程度あるということは変わらない。 それからら問問程度が計算問題だとといいうことも変わらないただその所得税の計算の問題の中で改正されたような項目が当然含んで出てきていること結構あったんですね。なのでその改正されたことがあまり気にしないままスムーズだと思って進めて答え出してしまうと実はそれが誤りだったということになるのが今回の11月の試験での傾向だったかもしれないですね。 あの例えば一人親の控除だったりとか、えー、所得の調整控除とかですね初めて出て出てきたような改正項目があったということこれあのタックスではやっぱり改正ということを留意しておきましょうでこの改正についてちょっと触れておきますとあの6月の試験の法令基準日は1月の1日になりますねですから2022年の4月の改正というのはこれは 法令準備ただあのこれ試験団体のその法令基準備の部分をですね見ていただくとこの法令準備というのはそのように決まってるんですがあの時事的な問題などですね FP として知っておくべき事柄というのはこれは出題するぞということが書いてるんですね出題の可能性があるよということを言ってますのでやっぱりこれはタックスに限らず時事的な問題というのはいろいろな情報収集しておきましょう。そして 今後変わっていくような話などがですね、もうすでに具体化されていれば、そこは知った上で、例えば金融だったり、ライフだったりということも含めて、抑えておく必要があるのではないかと思いますね。えー、そしてもう一回戻りましょう。相続です。最後ですね。えー、この相続について、えー、11月の試験を見てみますと、やはりバランス的にはあまり変わってないんですが、民法の問題、これ12問だったですね。それから、えー、税金の計算問題が15問程度、そして財産評価5問程度、 で最終的なところに事業承継が出てきていました事業承継自社株評価このあたりで9問出てるんですねあの結構ウェイトが高くなってますので事業承継自社株評価ここあのやっぱり苦手にならないようにしていきましょうどうしても、えー、民法それから相続税まあこういう順番で勉強してくることにはなると思うんですが最後の塊のところに結構ボリュームがあって で試験時間最後の方になって時間が足りなくなってというところで事業承継の問題に取り組む可能性あるかもしれないんですがこれ過去問をきちっとですね押さえておくとさっき年金の計算でも言いましたが計算過程などが書いてあった上でその数値計算をするような問題も毎回含まれてますのでそんなところは逆に言えば得点源だというふうにあの考えていただいて対策を取っていっていただければ良いと思いますね。え今、えー 科目のですねそのポイントというところをお話しながらやっぱりどこを得点源にするかというようなことをちょっと何回か申し上げたところですがあの得点源はやっぱりお自身お一人お一人のですねどこで取るかということは変わってくると思いますそのためには十分な問題の分析をしていくということを考えましょうあの問いの1問題の1のところからずっと進めてって そして途中でエネルギーが尽きちゃうということじゃなくて、仮に先の方の問題でもそこが自分としたらもう得点は取れるんだということになれば、例えば今の相続でいうと事業承継のところ、これ一番最後に出てくると思うんですが、そこをまず取り組んで得点取ってある程度落ち着いてから、じゃあ民法の問題取り組むと。まあ、こんな方法でもいいかもしれないですね。割と分野ごとに区分けがされているのも CFP 試験の特徴ということが言えるのではないかなと思います。 はい、えー、と試験までのですね、えー、時間がすでに短くなってきたという方もいらっしゃるかもしれません。あのぜひですね自信を持って勉強を続けていただいてそして、えー、こういう時勢ですから、えー、体調健康状態にもぜひ気をつけていただいてそして、えー、万全な状態で試験の日を迎えて、えー、試験に臨むということをですね、えー、進めていただければ必ずその勉強の成果出て、えー、合格ということにつながっていくと思います。 この過去問題などをです、ね、使っての講座というのは実践演習講座というものが講講座座ののの中にありますこの実践演習講座というのはこのようなですね典型問題集というですね過去問題を編集した問題集それから直前のですねこのような直近の過去問題集これを使って講座を行っていきますのでもうこの問題の対策はどうやってやればよいか。 今このガイダンスでお話したような問題分析なども含めてこの実践演習講座もぜひ活用していただいてそして合格に向けて頑張っていきたいと思います。ぜひ一緒に頑張っってて合格を取っていきましょうそれでは CFP の短期合格の秘訣ガイダンスをこれで終わります。お疲れ様でした